れのそのストレスをもう爆発させてしまうのかなっていうね、こういうその月のカードの逆位置。皆さんこんにちは、サラです。今日は獅子座さんの3月の流れをタロットで見ていきたいと思います。ね、ようやくねワクチン接種も始まって、ね、このまんまねうまくいったら獅子座さんの誕生月にはオリンピックも開催されるのかなっていう、そういうねちょっとムードが見えてきたんじゃないかなって思います ね、楽しみですね。はい、では獅子座さんの3月の流れ見ていきます。はい、こんな感じです。はい、獅子座さんの3月の流れこういう風になりました。うん、まあね、過去のカードがね鳳凰からすごくたくさんのカードが出てます。うん、やっぱこれはね、自分の理想通りに行ってなかったことがたくさんあって、まあね、恋愛関係が破綻したのかもしれないし、自分自身の個性とかね、そういうものも抑えないといけなかったのかもしれないし、うん、まあいろんなね、しんどい思いをしたっていうことがこのカードに表れてます。でもちょっとずつちょっとずつ、まあ、時期的にもね今癒され始めてきて、うん、だんだん良い方向に行くのかなって思ってる今の状況ね。うん、それから進んでいくこの3月の流れになると、ちょっとねその今までのそのストレスをもう爆発させてしまうのかなっていうね、こういうその月のカードの逆位置、それが問題になってます。だからまあ、たくさんのストレスを抱えてきててしんどかったかもしれないけど、徐々に今癒されていってるあなたは、またもしかして何か起きたら自分の思い通りにならないんじゃないかとか、そういうことを変にこう不安に思いすぎたり悩みすぎたりするっていうね、そういう予見じゃないけどね、そういうカードなのかなって思いますね。でもあなた自身が建設的にねコツコツと積み上げていく、努力していくことでその不安は解消されますよっていうことになってるので、うん、今ね居心地いい環境をしっかりと一足飛びに成功に持っていこうと思うんじゃなくって、コツコツと今の状況を満喫していく、楽しんでいく、それを3月も継続して積み上げていくといいんじゃないかなっていう、そういうカードの流れかなって思います。まあ相当ね、獅子座さんってやっぱりね成功するために努力することを惜しまない人なんで、うん、このかなりねコロナの影響でストレスが溜まったのかなっていう、そういう気はしますね。でも本来ね獅子座さんってね力を持ってるので、あまりそのね急に良くなるとかもう大成功するんだとかってね思わずに、もうコツ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 積み上げていくっていうことを、まあ、3月ねもう一度見つめ直してみたらいいんじゃないかなって思います。ということで、獅子座さんの3月の流れは以上になります。参考にしてみてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。